覚悟は良いか。いや、いい動きでしたね。You confident and taken? Hey! よし。今日のご予定は16時鉄拳、はいはい、17時ストリートファイターです。あ、なるほど。まず鉄拳からですね。鉄拳からです。楽しみだな。まあ、プールはいけんじゃないかなと思い始めてきました。あ、おそらくプール1抜ければ明日に、明日もあるって感じですか。明日まで遊べるドンというね。スト5は仕上がりはどうですか。スト5は、まあそんなにですね。あ、目標的には、まあでもトップ8はそれでもさすがに目指したいな、はい、思ってますね。あ、ここだ。じゃあここから入るのか。そうですね。え、エンテリーは変えずに出場されてる。じゃあこれ勝手に入れるんだ今。ああ、なるほど。お、はい、ここでも、なんと取り切りました。ゲームショーみたいな感じですね。そうですね。じゃあここでは、そのまま世界戦進出。決めきれた。チェックインできんのかなこれ。ああ、今とりあえず鉄拳のチェックインです。あれあるもんじゃん。マスクしてるから分からないから。ごめんごめん、男だけど。そうです。そう、はい、お久しぶりの方です。アールムーンさんです。こんにちは。僕はギルティをやった時にもう大人ばっかりな中、僕ら若造に優しく接していただいて、ゲーセン時代の、はい、ね、友達みたいな感じです。で、今は、今っていうか、まあ、ずっとそうなんですけど、この月下の剣士、SLK さんの月下の剣士の闘技者であり、運営も今、そう、あ、まあ、そうですね、運営も今できるんですけど、まあまあ、でもトーナメントの中で手伝ったりとか。なるほど、なるほど。参加も、参加もしてます、今日1個当たってます。あ、なるほど。あ、で、ストリートファイターはもう初日抜け、あのトニーを決勝で下してる初日をウィナーで抜けました。ウィナーで抜けたということで、また明日もね、はい、話せます。引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お客さん、握手してください。あ、大活躍だったらしいじゃないですか。大活躍、めっちゃ盛り上がったわ。で、配信、いや、配信じゃないです、 YouTube、 まあ、ちょっとまだ出てください。いや、ちょっとホラーも、なんでさ、ホラーも案件遅くない。第2弾のくれくれ、いや、あのね、うん、会議の段階では、うん、毎回ミキサー行きまして出るんですよ、うん、遅く、いつでもいいよ。本当にいいです。なんなら、じゃあ、もう決まりですね。第2弾、じゃあ第二弾。ちょっと待って、うちも配信してるけど大丈夫。あ、大丈夫。時の第二弾決まりました。はい、第二弾決まりました。え、今日はスト5もう抜け？まだです。これから。あ、これから。からです。優勝最後。よし、優勝のビーカーだって、俺もオジリーカーだって、時抜きだったってなった。楽しみにしてます。ニャンシ攻略教えてる。あ、わかりました。ちょっとね、こっそり練習つけてください。そういけるかな。じゃあ、はじめちゃん、ありがとうございます。はい、あ、出した。Can you sign my, okay. my stick? Thank you.ここで受付をするんだ。あ、今これで受付になるんですね。こんにちは。あー、どうも。やっぱりこんなところで、やっぱりそうだったんだ。結構やられてるみたいですね。結構最近は
物件はそのプールで誰と当たるかにチェックをしてないから負けないですね、うん、でもキャラとかも出てるスマッシュ EG の過去の履歴みたいな対戦相手が出てる大会とかっていうのは見えるんですけど、はいはいはい、それだけだとやっぱ分かんなかったな。ちなみにスト5はそのプール誰と当たるかチェックしました。スト5は一応チェックしました。これから順番に始まっていくんですけれども、もし相手の方がいなかった場合10分間待ちます。その間できる試合をやっていきます。ただ10分間経って相手の方が来なかった場合不戦勝になります。場合によってはそこじゃなくて配信台でやっていただくことがあります。お忙しいです。小木戸さんと小木戸さん、ちょっと待ち時間があるんですけど、配信見ていただきたい。6組ぐらい待ちなんですよ。ちょっと30分以上あると思うんですけど、ご協力いただいてよろしいですか。お願いします。大丈夫ですよね。俺も大丈夫です。ありがとうございます。とんでもないビッグカードですよ。ちょっとじゃあ言わないで待っときましょう。待っときます。はい。名高いキャラクターです。さあ、バックラッシュ。モキド VS 小江戸、まさか。もう打たせない。内足から打っていく。無理です。ロジカルです。右パス。もう、キックだな。キックアップして。ただ、レイジですよ。これ、ゴーキー、レゲージ溜まっちゃうと思う。あ、来た！あ、できた！来たぞ！覚悟は良いか！瞬刻殺での KO です。お、どうなんの？お互いレイジ状態だが。サテライト、下段。読み勝ったのは時のサテライトから置き蹴り2択押しかけた小江戸でしたが読み勝ちました。ホワイトティールで次ファイナルが次なんですけど、この方は結局 PQ でいないので、はい、次ミナスファイナルです。おなるほど、はい、で、レンコインさん、レンコインさん、あ、はい、じゃあちょっとごめんなさい、1回に、向こうの方でチェックインだけしてまた戻ってきますので、チェックインだけしたほうがいいのかな。あ、チェックインだけすぐ戻っ ていいですか。あ、じゃあそれで、はい、こんなゲーム昔やってて、それのなんていうか楽しいもんじゃないですか、いろんな大会が。あ、すみません、お願いします。今ちょっと先に、あ、無駄なやってるみたいな、すみません、お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。なんかすごいねバズり方。そうですね、なんか想像以上になんかめっちゃバズってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、はい、今回ロードさんとしては別に僕は別にあのサイドイベントの主催に来ていただきますので、はい、頑張ってください。設計は終了。今日設計はもうまあね、イナーズでしたね。2試合しただけで、も最後に当たった人は絶対あの本調子じゃなかったっすね。いやもうキャラがすげえ嫌なキャラだったもん。結構ね対策が必要なキャラだったんですけど、それ俺のキャラも対策が必要だったっていうね。なるほど。次試合、もう次試合来い。これはしばらく待ちのよ。トイレ行ってこようかな。このさん、サインとか書いて。ありがとうございます。あ、そうですか。また降りて。お願いします。お願いします。
さっきの試合結構危なかったと思うんですけど、危なかったですね。そんなに焦りはない。まあでも結構ありますからね。先に向こうが待ち取り取ってる。1試合負けたらそうなっちゃいますからね。俺の勝った方と俺が当たるのではない。心理を荒らし。こうやって前の次の当たる方の試合とか見る機会がある。まあちょっと連携とかは見ておきたいですよ。あとキャラは絶対に確認したいところではあります。いいらしいとか手強いかもしれん。いや、いい動きでしたね。いいですけど。Winner? Yes, so far, but it was very close, man. Yeah, me too. Ah, yeah. Oh, very close. But you are still winners. Yes. I watched Kawano is almost wrong, but he finally make it. I see, you went out Tekken winners. Yes. You confident in Tekken? That's why I'm very happy with the result. You play, you hit here, and how was it? I win very easy. That's nice. And the Street Fighter. Yes. You did Street Fighter. No Tekken? Because I start playing late, registration closed. I see. But I would love to enter. Very good, fun. Good. But I know maybe I would not get out of pool. I'm very bad. And Dragon Off, not very good. Yes. So when you leave? April 11th. Oh, April 11th? Yes, okay, we have time. So. Yes. Okay, next time I will take you good place. Yes, no more birds, so we eat whatever. Yes, okay. I look for everyone, so I take pictures, all the players from Street Fighter V. So I search. Thank you. Thank you. こんにちは、お疲れ様です。お疲れ様でした。久々の不大会、大規模不大会ですけど、はい、完全に同窓会ですね。10年ぶりに会った人がもう10人ぐらいいるんじゃないですか。明日はテッテンウィナーズ、ストファイブウィナーズで最終日進出を目指す。明日が長いんで、正直初日はプールだけでしたから、明日かなり過酷だと思います。それでは。どうす。ありがとうございます。どうか。どうぞ。まずテンポってやってますか？はい、あ、フジノです。29。テンポはしてないのかな。あ、今日は対戦相手の予習とかそういうのしてます。一応会社相手が誰使うかとかは。あ、それは鉄拳もさ、敵は分かんないですね。何も見てないですよ。今日下手したら12時間ぐらい大会参加する。そうですね。割とあることですね。割とありますね。結構体力的にきついんじゃないかな。まあそうですよね。
さあここはちょっとねどっかで戻って寝るとかもできなさそうですからね。はい、会場に。これが最後です。いや、やられましたわ。対空が全然出せなかったのと、こっちが飛んでやったろうっていうのを冷静に裁かれちゃいましたね。ここはルーザーズ。ルーザーズ。まあ長い道のりになればいいですけど、まあとりあえずここ落ちた先で一個一個勝てればいいなと思います。何やって頼んでね。お願いします。はい、終わります。お願いします。いや、ラッキーでしたね。普通にいるなって。これ抜けですよ。これ抜けました。完璧です。ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になってます。あ、はい。よく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 よもう一回だったら。おめでとうございます。で、次なんですけども、プール5になります。はい、時間が3時半になりますので。あ、次、ストリームでやるんです。韓国の結構有名なプレイヤーらしいんで。ウルゴルドさん。まあ、頑張りたいです。もう始めていいのかな。はい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 。膝、かかと、12。パワーアップ状態は下段をしっかりガードする。時田さんがウィナーズで鉄拳今残ってますけど、ね、鉄拳有識者的にはどうですか。いや、すごいね。カレー倒してるっていうのは、本当に、まあ、絶対勝てないとかじゃないと思うんだけど、やっぱルアー多分悪かったと思うから、だからそれはすごい、なんだ、時のね、やっぱ大会経験値とか、そういう凄さですよね。あとエボらしいですよね。この他のタイトルで違うゲームの代表者がこう頑張ってるみたいな。この活躍、もともと高かったのかもしれませんが、これがね、このやり取りがめちゃくちゃうまいんですよね。これです。これです。え、最後いらないの。さあ、1ラウンドが欲しい。時の玉で牽制。サガークロスクレイム、これは致命傷だ。ブルーボールの完全試合。まあ、しかし時堂は、負けてしまいましたが、まだルーザーズ側があります。はい、勝っていただきたい。勝っていただきたいですね。いや、強かったっすね。ブルーボールのちょっと荒らしちゃおうかな。荒らしちゃって、
お願いします。ナイス！ブン！ありがとうございました。ありがとうございました。良かったなぁ。いや、1試合目惜しかったっすね。それ、小分けにして食べてるんですか、プロテインバー。はい、まあ、いっぺんには食えないんで。あ、33位だったんだ。すごい。あの、いや、あと1回って言いたいけど、あと1回俺は勝つぞないとかもういなかった。どうですか、感想としては絶対に。いや、でもこの、ね、結構短い間ではあったと思うんですけど、結構ね、気合い入れて練習できて、まあ、1人ね、あの強いプレイヤーを倒せたので、そこは自分の中ではなんかよくできたんじゃないかなと思います。ただ配信内でね、あの何もできずに終わってしまったんで。6ラウンド練習。配信内で鉄拳やりました。なんかフルボッコされたらしい。6ラウンド練習。しかも最後、スラッシュ4連打されてる。残ってる？以上。見ない？フィン。あ、お疲れ様です。あ、ここだ、はい。 Are you still in? Yeah, winner. Winner. Let's put you more. Oh. Yes. 今のうちに撮っとくか。撮っときましょう。終わった後にそんな顔できないかもしれないんで。俺はいいけど。俺はもう最後、俺はいい。最後だけなんで。お疲れでした。私のエゴジャパンはこれで終わりです。お疲れ様でした。お疲れした。どうでした？まあ、ミスっちゃいましたよね、途中取り切れるところを。1試合目の2ラウンド目が、まあ、そこを逃すとやっぱり相手もね、うまいプレイヤーなんでやられちゃいますよ。お疲れ様でした。お疲れした。あとは見守ることとしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、早く終わっちゃいましたね、今年のエボジャパンは。選手としては、まあ、正直不甲斐ない結果で終わってしまったんですが、まあ、この場所ならではのそのことというか、いろんなタイトルが一堂に会するっていうのはなかなかね、ウクライナの大きな大会じゃないとないんで、それでやっぱりね、懐かしの顔とかあったりすると、やっぱみんな結構もう年を取ってるんで応援してくれてるんですよ。だ、そういう声を聞けたっていうのが本当にありがたいなと思いました。やっぱ刺激にはなります。刺激になりますね。あ、今後に向けてで、ね、そういうプレイヤーの人がまだね頑張ってて団長とか行ったりしてるわけですよ。それやっぱねすごいな。ファンの方からすごい声かけられてたじゃないですか。はい、で、すごい全部丁寧に対応してたのが印象的だったんですけど、はい、試合の合間とかで大変だったりとかなかったですか？いや、僕もともとすごいなんか楽しく、なんかそのファンの方と接させていただけるタイプですし、一応自分がそのやろうと思ってることとしてあるのが、本当にその試合が始まる5秒前まではそのファン
ファン対応をしっかりさせてもらいたいな。やっぱりそのそういう方があってこそこんだけそのね大きいこともできるようになって、プレイヤーもそのおかげでなんか僕らゲームに集中できてるっていう認識をしてるので、それなんかその僕は楽しんでさせてもらっています。2日間長丁場でしたけど体の疲れとか大丈夫ですか？いやあんまりね疲れを自覚症状としては今ないんですよ。僕バキバキなんですけど。それはだからまだ楽しめてないです。ニボジャパン仕事で僕の仕事を楽しめてない。お仕事感覚で、まあ、やってもらってるっていうのはすごいね、ありがたいことなんですけど、僕はこのイベント自体は本当に多分好きで、ディズニーランドとか無理なんですよ。もう3時頃にはもう足痛くなっちゃって動けなくなっちゃってるんですけど、やっぱこのイベントはね歩き回ってるだけで多分ね普段あの会えない人たちと会えるしっていうなんかワクワク感があるんで、あんまり今でも疲れてる感覚なくて、まだね試合ストリートファイターの試合まだトップ24ぐらい残ってるんで、それは見ていきたいなと思ってます。明日はもうご自宅で応援する感じ？明日は、まあ、お空手もありますしそちらの方へ行かせていただきたいと思います。まあ、皆さんプレイ見れる範囲で見ようと思います。頑張ってください。じゃあ今回お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。かっこいいなぁ。これいわゆるおさんまんコンって言われた。これが売ってるのか。